はい、こんばんは。こんばんは、ハレリア。アメン。こんばんは、ハレリア。ハレリア、こんばんは。九州さん、アメン。アメン。こんばんは。今日も神様に感謝しに来ました。神様を賛美しに来ました。イニさん、ハレリア、アメン。アメン、ハレリア、アメン。こんばんは、こんばんは。高尾さん、こんばんは。ハレリア、アメン。はい、高尾さん、こんばんは。なんだか学歴社会に疲れてきました。ここで癒されたい。アメン。癒されてください。癒されてください、ね、皆さん、疲れたもの、疲れたもの、重荷を負っているもの、私のところに来なさい。休ませてあげますと。皆さん、平安のあるところ、ね、平安のあるところ、それはイエス様のそばだということですね。皆さんは、この放送を通して、この放送を通してイエス様の近くに来ているのです。皆さんは、一日の疲れをですね、今イエス様のところに来て、疲れを癒されています。魂の安らぎがあります。魂の安らぎ。この世にはない安らぎ。今日のテーマにもう入っていますけれども、皆さんよく、終わるときにシャロームってよく言いますよね。もうすでに皆さん知っている方もいると思います。イスラエルの挨拶ですね。イスラエルの挨拶、まあ会った時も別れる時もシャロームっていうわけなんですけども、イエス様も使ってましたね。シャロームをイエス様も使ってましたけど、今のイスラエルの人たちも使っています。そうですね、平安という意味ですね。シャローム、平安があなたにありますようにみたいなね、いい挨拶ですね。いい挨拶です、シャロン。しかしこの平安は、どういう平安なのか、どういう平安なのか、それを今日はですねちょっと説明したいと思います。イエス様が言ってるシャロンはどういう平安なんでしょうか。皆さん、皆さんはですね、日頃平安を、得てるでしょうか、ね。皆さん普段心に平安があるでしょうか。世の中の平安と、まあ、イエス様の言ってる平安はちょっと違うんですね。ちょっと御言葉を読みたいと思いますね。ヨハネ14-27、私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。イエス様の平安は、BGM うるさい、ちょっと小さくしましょうか。BGM ちょっと弱くします。
世の中の平安と、ね、世の中の平安とイエス様の平安は違います。世の中の平安と微笑み小さすぎる、ちょっと BSP の方々 BSP の方々 BGM の音量をちょっと教えてください。大きいか小さいか、BSP の方教えてください。はい、ちょうどいい、はい、ありがとうございます。あ、ちょうどいい、高尾さんちょうどいい、ありがとうございます。はい、ちょうどいいということ、ありがとうございます。それではですね、まあこの世の平安というのはですね、まあお金があるとか順調とか問題がないとかね、まあそういう状況による平安ですよね。まあ、この世の平安というのは何かこう準備ができてるとか順調とか、準備万端とか備えがあるとかね、保険に入ってるとか、そういうのがまあこの世的な平安、この世的な平和ではないでしょうか。その、鍋蓋式にね、ちょっとこう悪いことを隠すような、そういう平安ね、見た目がどうかという、そういう平安ではないでしょうか。しかしイエス様の平安は違います。イエス様の平安はこの世の平安とは違います。はい、それではですね、ちょっと難しいですけど、天国大学のテスト、天国大学のテスト、イエス様の平安とは何か、イエス様の平安とは何か。はい、難しいですが、スタート、スタート、スタート。油注ぎ、安らぎ、天国に行くこと。永遠の癒し、愛に包まれる感じ。ああ、いい線いってますね。愛に包まれる、愛と癒し、永遠の安らぎ。イエス様の平安とは愛です。ああ、イエス様の平安とは愛です。心配事のない状態、そのぐらいでいいでしょうかね。以前は欲望が快感だった、しかし今は平安が快感。あ、これいいですよ皆さん、これかなりいいです。以前は欲望が快感、今は平安が快感。いいですね、これは。ちょっと BGM をちょっと次行きましょうか。ちょっと BGM を変えたいと。はい、それではですね、兄弟姉妹が愛し合えることはとても平安を感じます。アメン、アメン。そうですね、この世の平安は状況の平安、ね、外面的な平安、その
なんて言うんでしょうかね、状況がうまくいってるような感じですね。しかしイエス様の平安は内側の平安ですね、霊的な平安と言ったらいいでしょうか。はい、こんにちは、油をもらいに来ました、みーちゃん油をもらいに来ました。そうですね、もう皆さんがですね、まあ、油注ぎを体験しています。その油注ぎの中に、平安があるんですね。あの御霊の実は、御霊の実は愛喜び平安、愛喜び平安ってありますよね。つまり、御霊の実、油注ぎを受けてると、心に平安が来るんですね、心に平安が来ます。その平安というのは、もう少し説明しますとですね、BGM なんか変ですか、BGM ちょっと変、ちょっと変、じゃあちょっと次行きましょうか。次の BGM、 あのちょっと変かな、ちょっと待ってくださいね。ちょっと変えてみましょうね。そのイエス様の平安ということですね。イエス様の平安、つまりですね、神様自身がですね、神様ご自身が平安のお方なわけですね、そしてその聖霊様がおられるところ、聖霊様がおられるところが、平安があるという、平安があるということですね。そしてですね、神様と、和解をする。私たちはその、神様と和解するところに本当の心の平安があります。罪があるということは神様と敵対しています。その神様と、敵対しているところに、そこにはですね、平安がなくて、そこにはこの緊張感、恐れ、そして、何かですね、この不安な気持ちがあるんですね。で、多くの人がその恐れがあるとか、多くの人がこの、平安ではない理由は、神様と敵対している、神様と断絶している、そういうことの中で人間の心はですね、満たされてないんですね。人間は罪と出会って、その罪のうちを歩んでいるときに、私たちの心は神様が失われていて、その神様が失われているところに人間の恐れ不安があります。多くの人はその神様がいないということの不安のゆえに、欲で満たそうとします。欲をむさぼってしまうんですね。しかし皆さん、欲で、ね、欲をむさぼってですね、欲をむさぼって神様の代わりになるでしょうか。食べることによって神様の代わりになるでしょうか。お酒が神様の代わりになるでしょうか。快楽が神様の代わりになるでしょうか。なりませんね。なりません。人間は神様を必要とされるように作られているんですね。
人間は神と共に歩み、神を、神様がこの中におられて、神様がこの中におられて、初めて人間は人間として機能する。人間の本来のあり方が、人間の本来のあり方が神と共に歩むということなんですね。そういうわけで、イエス・キリストを信じて、イエス・キリストを信じて初めて私たちの心の中に神様が来られて、そして初めて神と和解し、初めて私たちは天国の平安、本当の安らぎ、本当の本当のですね、満たしがあるのです。ですからそれがイエス様がおっしゃった私の平安ですね。私の平安、私の平安、皆さんがその、この世の平安ではなくて本当の平安を体験してほしいのです。また求めてほしいのです。皆さんが信仰によって油注ぎを求めて、信仰によって油注ぎを求めて、その油注ぎの中で愛、喜び、平安、愛、喜び、平安、神の愛に満たされ、喜びに満たされ、平安に満たされます。皆さん、それが信仰の平安です。信仰の平安です。多くの人はいろんな恐れで生きています、ね、不安で生きています。お金がない、仕事がない、人の目が怖い、病気が怖い、そういうその恐れで生きているんですね。しかし、イエス・キリストを信じる者は、ね、そのようなものに対して、恐れなくなってくるんですね。恐れなくなって満たされて歩むことができます。それは体験しないと分かりません。体験しないと分かりません、皆さんがこの信仰的な平安、信仰的な平安を体験してほしいと思います。この部屋に来て体験した人がたくさんいます。後ほどですね、証しタイムをしますので、その皆さんが体験した証を書いてくださいね。体験した証を書いてください。昨日も言ったかもしれませんが、エルサレムのことをですね、平和の都と言いますね。平和の都、昨日の英語聖書の時言ったのかな。で、北朝鮮の平壌は平和のこと、平安、あれは平常と書くのかな、平常で平壌かな、東洋のエルサレム、東洋のエルサレムと言われています。平壌ですね。それから日本の京都はですね、日本の京都はあの、平安京と言いまして、平安京と言いまして、これもエルサレムなんですね。日本にも京都という平安京、エルサレムがあるし、北朝鮮には平壌という平安京があります。あ、ちょっと電話、ちょっと電話が来ましたけど出れません、ね、それでですね、エルサレムっていうのは平和の都ですね。平和の都、そしてその平和の都エルサレムは、天国の都、天国の都をのモデルなんですね。
今のエルサレムはあまり平和ではないですね。もう、非常に争いのるつぼみたいな、ね、争いのるつぼがエルサレムですが、しかし天国のエルサレム、平和の都、皆さんイエス・キリストを信じる者は将来天国のエルサレム、上のエルサレムと言いますか、天国のエルサレムに行くことができます。平和の都、平和の都、皆さん上のエルサレム、天国の都に行きましょう。天国の都ではですね、どういうとこかちょっと読みますからね。天国の都、黙示録21-2、また私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御元を出て天から下ってくるのを見た。10節、そして御使いは御霊によって私を大きな高い山に連れて行って、聖なる都エルサレムが神の身元を出て天から下ってくるのを見せた。都には神の栄光があった。その輝きは高価な宝石に似ており、透き通った碧玉のようであった。都には大きな高い城壁と12の門があって、それらの門には12人の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名が書いてあった。都は四角で、その長さと幅は同じである。彼がその竿で都を測ると、12000スタディオン、長さも幅も高さも同じである。それからですね、ずっと行きますと、都の大通りは、透き通ったガラスのような純金であった。私はこの都の中に神殿を見なかった。それは万物の支配者である神であられる主と子羊とが都の神殿だからである。都にはこれを照らす太陽も月もいらない。というのは、神の栄光が都を照らし、子羊が都の明かりだからである。諸国の民が都の光によって歩み、地の王たちはその栄光を携えて都に来る。都の門は一日中決して閉じることがない。そこには夜がないからである。こうして人々は諸国の民の栄光と誉れとそこに携えてくる。しかし、汚れた者や憎むべきことと偽りを行う者は決して都に入れない。子羊の命の書に名が書いてある者だけが入ることができる。もはや呪われる者は何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。もはや夜がない。神である主が彼らを照らさるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。これが天国の都です。天国の都です。本当の平和の都、本当のエルサレム、上のエルサレムですね。イエス・キリストを信じると、聖霊様をもらえるんですね。そしてその聖霊様によって私たちの心に平安が来ます。平安が来ます。恐れがなくなります。不安がなくなります。私たちの中に神様が来てくれる。私たちの中にイエス様が来てくれる。皆さん、イエス様が一緒にいて不安はなくなるのです。
神様が一緒にいて恐れがなくなるのです。本当の平安、本当の平安、それは神様と共にいるということですね。神様と共にいる、それが本当の平安ですね。本当の平安、それが本当の平安です。本当の平安、それは、神様との平安ですね。はい、それではですね、スノブ、スノブへ行きましょうかね、シャロームスノブ、皆さんの上に平安があるように、皆さんの上に平安があるように、シャロームツノブエ、シャロームツノブエ、シャロームツノブね、シャロームツノブ、皆さんの上に平安があるように、平安があるように、皆さん日本の中でも世界でもあまり平安ないと思いませんか。この国内においても、ね、世界においても皆さん平安がないと思いませんか。本当の平安、天国の平安、皆さんはこの、放送を通して体験できていると思います、ね、もちろん体験してない方もいるかもしれません、ね、でも体験している方もいます。体験している方がたくさんいます、神様の平安は、ね、何があっても大丈夫、何があっても大丈夫、いろんな状況では振り回されないんですね。神様がいるんだから、ね、お金がなくても大丈夫、仕事がなくても大丈夫、なんかハプニングが起きても大丈夫、神様がいるなら病気になっても大丈夫、もう神様の平安というのは状況には振り回されないんですね。そう、アンチがいても大丈夫、悪コメがあっても大丈夫、神様の平安、何があっても大丈夫、何があっても大丈夫、イエス様がおられれば何があっても大丈夫、イエス様が共にいるならば、イエス様が共にいるなら何も心配いらない。皆さん、これが本当の平安、これが本当のシャロームですね。本当のシャローム、それは本当に全ての人が人生を乗り越えていく、その全ての人が持つべき平安、全ての人が信仰で持つべき平安、人生をこの平安を持って生きるべきです。多くの人は恐れで病気になりますね。恐れで鬱になります。恐れでですね、その何かを貪ってしまいます、イエス様じゃないもので平安を得ようとする、イエス様じゃないもので何か安全を探そうとしています。しかしイエス様以外のもので本当の平安はないのですね。はい、それではですね、証しタイム行きましょう。証しタイム行きましょう。イエス様を信じて、イエス様を信じて、
天国の平安を感じた。イエス様を信じて恐れがなくなった。イエス様を信じて不安がなくなった証、不安がなくなった証、恐れがなくなった証、スタートスタート。生きるのが辛かったけど、イエス様のおかげで毎日ハッピー。不安や恐れが減ってきた気がする。陽平さんの放送とても良かった。生きるのが楽しくなっちゃった。キャバ通いやめました。一瞬で恐れがなくなった。日本にもエルサレムがあることが分かった。毎日が楽しくてしょうがない。笑顔で元気になります。浮気やめました。もう何も怖くない。もう何も怖くない。イエス様を信じてポジティブ人生です。毎日不安だったけど、キリスト教が平安教だと思った。キリスト教が平安教だった。教会にたくさんのリスナーが押し寄せる気がします。前がパッと明るくなった。不安障害がなくなりました。LTL に洗礼に行こうと思います。神様の仕事をするのは最高です。不安が多い人生でしたが、この放送で優しい顔になった。なんか生きているっていいなと思った。一日一日を大切に生きていこうと思った。美しい自然に気がつくようになった。リアルの仕事を、誰も憎まなくなった。イエス様がいればもう怖くない。イエス様がいればもう怖くない。美しい人生と限りない喜びにあふれるようになりました。賛美したいと前に出たい人があふれる気がした。生きている喜びを感じています。不安が解消されつつあります。本当に救ってもらえますか。救ってもらえます。イエス様に全てを委ねます。生まれてきてよかったと思いました。イエス様と共に歩む人生は素晴らしいと思った。人を許せるようになった。私は天国なんか認めんと思っていたけど、今めっちゃ認める。
生きていることは良いことだとわかります。新コメが増えてきました。毎日が楽しくなったお。信仰で信仰します。油注ぎを毎日感じることができます。シャロームとアーメンが口癖になりました。ハレルヤもね。毎日信仰するんだ。イエス様の愛を感じます。天国とは嘘と思っていたけど、絶対絶対絶対あります。酒タバコがまずくなった。酒タバコがまずくなった。なんか平和っていいなと思った。なるべく早く天国へ行きたいです。お金の不安から解放された。お金の不安から解放された。キューちゃんカットにしました。キューちゃんカット、キューちゃんカット、これが必要ですよ。これが、これが必要ですね。フルタイムで働いています。欲望の塊だったけど欲望がなくなりました。借金をイエス様に丸投げしてすっきりした。不安人生から平安人生、不安人生から平安人生。アニメを見なくなりました。カットというキューちゃん伸ばし。パウロさん、お兄ちゃんを許せました。十字架見せてください。この様子を見ると楽しい気持ちになります。まさしく平安が流れています。平安が流れています。十字架から平安が流れています。天国の平安、天国の平安、顔面的な平安ではなく魂の安らぎ、魂の安らぎ、魂の安らぎ、本当の安らぎ、すべての人が持つべき本当の安らぎ、魂の安らぎが十字架から流れてきます。十字架から流れてきます。すべての人が満たされてほしい、満たされるべき天国の平安、天国の平安が十字架から流れてきます。十字架から流れてきます。受けてください、受けてください、受けてください。求めてください。本当の平安、本当の平安。これから体だけではなく心の筋トレもします。この教会で愛で満たされていることを感じます。俺なんかダメだと思ってたけど、急に兄さんたちと天国に行きたい。朝起きできるようになりました。火だるまになって執行したいと思います。神様の日ですね。
神様の日。十字架は癒されます。十字架は癒されます。イエス様のおかげで日本の愚かさを知った。日本社会は地獄だと思った。日本人は閉鎖的だと分かった。リバイバルが来て LTL は燃え上がります。キューちゃん放送をもっといろんな人に知らせたいです。僕はこの放送の伝道をします。イエス様だけを信じます。イエス様だけを信じます。なんだか涙が止まりません。両親も泣いています。もしもこんな教会が近所にあったらいいなと思う。生きてるって素晴らしいと思った。生きてるって素晴らしいと思った。イエス様からもらったものは全てお返しします。この世の汚れから解放されました。もうイエス様しか信じることができません。この放送のおかげでキリスト様に出会いました。イエス様に感謝したいです。すべての日本人はイエス様を尊重すべき。我々日本人は悔い改めます。おいらも牧師になりたいと思った。ナウさんの洗礼を見た。なんだか羨ましかった。なんだか体が熱くなってきました。悪くめやめようと思った。悪魔は信仰心を奪おうと襲ってくると気づきました。この放送を見てから職場でもハレルヤというようになりました。イエス様だけが正義で愛だと思った。この放送で信仰心を保っています。信仰心を保っています。信じる気持ちが芽生えた。悪米は恥ずかしいと思いました。
プライドを捨てました、プライドを捨てました、イエス様は全ての人を愛していると感じた。隣人こそ大切にしたい、隣人こそ大切にしたい。イエス様を信じることは日本人のあるべき姿、イエス様を信じることは日本人としてあるべき姿だと思った。アメン、アメン。はい、ありがとうございました、ありがとうございました。俺がやるよ、俺がやるよ人生、しかし神様に委ねるようになった。アメン、アメン。神様に委ねることによって平安が来ます、ね。自分でやろうとすると、緊張したり恐れたりします、神様に委ねる、ね、神様の力で生きる、神様を信頼して神様の力で生きる、そうすれば平安が来ます、ね、平安が来ます。はい、ありがとうございました、ありがとうございました。皆さん、本当の平和、本当の平安、それは神様と和解することですね。神様と和解する、神と共に歩むならば、恐れがなくなっていくんですね。恐れがなくなっていきます。ちょっと御言葉を読みたいと思いますね。ですね、ちょっとごめんなさい。すみません、ちょっとですね、開けたいとこが出てこないんです。コロサイ 3-15、 キリストの平安があなた方の心を支配するようにしなさい、キリストの平安があなた方の心を支配するようにしなさい。皆さん、私たちは、神の愛をも求めます、神の愛を求めますが、しかしキリストの平安、神の平安も求める必要があります。皆さん、ですから、シャロームと、ね、私たちは挨拶します、ね、私がこの放送終わるときも皆さんにシャロームと言いますし、皆さんもシャロームと言ってくれるわけです。しかしただ挨拶として言うだけじゃなくて、その本当の意味はね、そのシャロームと挨拶する意味は本当にキリストの平安、御霊による、御霊による平安、それがですね、お互いに満ちるように、御霊の平安がですね、満ちるようになってほしい、それをですね、まあ本当に、感じてほしいわけですね。御霊による平安、それをですね、受けてほしいのですね。はい。
見たまりよる平安ですね。はい、LTL には確かに神様の癒しがある。御霊のおられるところに自由があり、御霊のおられるところに平安があり、御霊のおられるところに神様がおられます。神様がおられるところに天国の平安があります。天国の平安があります。皆さん、この世には平安がありません。この世に本当の平安がありません。この世は砂漠であり、この世は危険地帯であり、この世は荒野です。荒野です。本当の平安は神の家であり、オアシスであり、イエス様がおられるところ、神様がおられるところ、それが本当の平安のあるところです。心のエルサレムと言ったらいいでしょうか。皆さんの心が心のエルサレムになります。イエス様を信じて聖霊に満ちるならば、聖霊に満ちるならば、皆さんの心が心のエルサレムになります。ここの心のエルサレム、神の国の平安、天国の平安、天国の平安が皆さんの心を占めます。求めてください、ね、天国の平安を求めてください。イエス様の平安を求めてください。イエス・キリストを信じる理由はそこにもあるのです。罪が許された平安、あなたの罪は許された、あなたの罪は許された、私が共にいるよ、私が共にいるよ。そうすればですね、この世では味わえない天国の平安を味わえます。天国の平安です。決して欲では満たされません。快楽では満たされません。もう食べることや飲むことでは得られない本当の魂の平安、魂の喜びをイエス様からいただけるのです。皆さん、皆さんが満たされるのはそれしかないのです。それしかないのです。欲では満たされません。お酒では満たされません。快楽では満たされません。欲望では満たされないのです。本当に満たされるもの、それはイエス様の愛、イエス様の平安、イエス様の喜びが皆さんを満たします。先ほどの証しタイムの時にもうすでに皆さんはそれを体験し、さらに求めています。さらに求めています。皆さん、もっと求めましょう。本当に良いもの、本当に益となるもの、本当に価値があるものを求めようではないでしょうか。信仰によって求めようではないでしょうか。皆さんのその熱心な植え替わき、その熱心な植え替わき、それが、与えられるのです。求めるならば与えられるのです。求めるなら与えられるのです。神の愛を求めるならば与えられ、神の平安を受けるなら、求めるなら与えられ、神の、神のものを受けるんです。受けるんです。受けるんです。もっともっと熱く熱く求めてください。熱く熱く求めてください。与えられます。与えられます。イエス・キリストを通して与えられます。イエス・キリストを通して与えられます。朝から晩まで、朝から晩まで求めてください。朝から晩まで良いものを受け取ってください。良いものを受け取ってください。心の内側から命の水の川が流れてきます。皆さんの心の内側から命の水がの川が流れてきます。満たされます。本当の満たし、本当の満たし、神の良いもので満たされるのです。
皆さんが解放されるのです。もう心配しなくていい、もう心配しなくていい、恐れなくていい、恐れなくていい。神様が共におられます。神様が共におられるのです。求めてください。イエス様を求めてください。神様を求めてください。満たされます、満たされます、満たされます。今晩も皆さんが満たされたと信じます。満たされたと信じます。もっともっと求めてください。そして今日の放送を聞いてイエス様を信じて、本当のシャローム、本当のシャローム、天国の、シャロームを、欲しい方、欲しい方、アメンと言ってください。アメン、アメン。天国の平安、天国のシャロームが欲しい方、アメンと言ってください。アメン、アメン。リュウさん、アメン。タカオさん、アメン。アメン、アメン。パロさん、アメン、アメン、アメン。ハレリア、アメン、アメン。はい、じゃあこう言ってください。イエス様、あなたの平安をください。イエス様、あなたの平安をください。あなたを信じます、あなたを信じます。イエス様、平安をください。アメン、アメン。言いましたか、言いましたか。ナイスさん、おはようございます。言いましたか。言った方は手を挙げてください。イエス様、平安をくださいと言った方、手を挙げてください。求めてください、求めてください、求めてください。イエス様、求めています、求めています。今、手を挙げた方、アメンと言った方々が、あなたの平安、まことの平安、私たちが受けるべき心の平安、それはあなたが私たちの心に来てくださることです。あなたの御側にいること、あなたと共にいることが本当の平安です。本当の平安です。欲ではありません、快楽ではありません。あなたが私たちの平安です。イエス様、あなたこそ私たちの平安です。求めます、あなたを求めます。あなたの平安を求めます。満たしてください。あなたの平安で満たしてください。あなたの平安で満たしてください。恐れを取ってください。不安を取ってください。心に平安が来ますように。リスナーの心に平安が来ますように、平安が来ますように、平安が来ますように。満たしてください。あなたの平安、あなたのシャロームで満たしてください。満たしてください。日本に平安がありますように、イスラエルに平安がありますように、世界に平安がありますように。イエス様の御名によってお祈りします。アメン、アメン、アメン、アメン。皆さん、まず私たちの心に、強い強い平安が必要です。そして平安を作りましょう。私たちの生活の中に平安を作りましょう。ありがとうございました。シャローム、シャローム。平安がありますように。シャローム、シャロー。